はい、昨日ですね、新年早々初走りってことで、AirPods をつけて、Apple Watch でですね、意気揚々と走り出したんですけども、ところがね、走って5メーターぐらいのところで、なんと iPhone が落下しました。うわーと思って、やっちゃったーと思ったんですけど、こんな感じでね、落ちてたんですよね。画面が下。うわ、画面やっちゃったかなって、パッと見大丈夫つう感じで、どんな風に落ちたのかなとですね、ちょっと探ってみたんですけど、どうやらね、角っこに擦り傷がついてます。カバーの角っこですよね。だ多分ね、こっから落ちたんだろうなっていうのが分かりました。でね、肝心の液晶側はね、パッと見ね、全然傷がなかったんですよね。あれ？って感じですよね。でね、あんまり着てないんだけどね、このファスナーのないウィンドブレーカーだったんですよ。それでね、おそらくこんな感じでするっと、走ってる衝撃で落ちたんだと思うんですよね。でね、やっぱりね、6S から7プラスにしたんで、ちょっとね、大きさの感覚をつかみきってなかったとこあって、こういう感じで若干浅いポケットから落ちたんじゃない。で、これね、これね6なんだけど、このサイズだと、真横にもね、グッと入るんですよね。だこの方法で前はね、落ちてなかったんだと思うんですよね。だからね、やっぱりね、このサイズ感覚っていうのはね、気をつけないと。でね、こんなの使ってた時代もあったけどね、こんなのだってアウトだったですよね。もうね、角っこ傷ついちゃって。で、ほら、これだとね、横向きっていうのがまずね、入らないわけですよね。いや、だから本当こういうファスナーのあるような、ウィンドブレーカーとか着てそこに入れた方がいいかもわかんないですよね。いずれにしてもね、被害は最小限で、本当にこの、セブンプラス紹介した動画の時に一回触れてましたけど、このシュピゲンのリキッドアーマーっていうのをしていて本当良かったですね。一応ね、アメリカの米軍規格をクリアしていると、シュピゲンさんは言っている商品なんですけど、で、TPU っていう割とガシッとした素材なんで、その石とかも食い込んでこない感じがあるんですよね。でね、角っこに一応ね、エアクッションとかいうのがあるとかって、言っていますよね。こんなやつだったんですけど。で、この内側の模様が対象域になるとかも言ってるんだけど、でも角っこですよね。確かに iPhone 守ってくれましたよ、これ。いやー、新年早々ね、ちょっと焦りました。で、これね、ジョイソケットはね、後からつけてね、ついてこないですけど。ということでね、やっぱり TPU で頑丈でフルカバーしてるケースがいいってことが分かりました。はい、今日は小ネタでしたが、この辺にしたいと思います。そして、この動画が、ためになったなと思う方は、いいね、そしておすすめ動画やチャンネル登録もよろしくお願いします。